マリオシリーズ、マリオクラッシュ、マリオクラッシュとは、ニンテンドーから発売された、バーチャルボーイ用のゲームソフト。1995年9月28日に発売。価格は4900円。マリオが、クラッシュハウスという高い塔にいる敵を、のこのこの甲羅で退治するゲーム。一般的なマリオシリーズと違い、B ボタンを押すとジャンプする。なお、マリオシリーズでは、 数少ない宮本茂が関わっていないゲームである。当初はバーチャルボーイ専用ソフトとしてマリオブラザーズ VB やバーチャルボーイマリオランドの制作予定が告知されていたが、これらは実際に発売されることはなくお蔵入りとなり発表されていた内容の一部が本作に受け継がれている。ゲームボーイアドバンス用ソフトメイドインワリオでは本作をモチーフとした プチゲームが登場する。マリオを操作して制限時間内にステージ上にいる敵をすべて倒すことがゲームの目的。マリオブラザーズと似ている点が多いが敵の倒し方が異なっている。このゲームで登場する敵は踏みつけても倒せないばかりか帰り討ちにあってしまう。そこでノコノコの甲羅を他の敵に当てることで倒していく。ステージは 足場が手前と奥に分かれており、別の足場へは土管を使って行き来することができる。土管の上は敵が来ない安全地帯となっている。ステージをクリアしていくと、甲羅を横から当てても倒せない敵が多く出現するようになり、そのような敵は反対側の足場から甲羅を投げつけて気絶させなければならない。気絶中の敵は体当たりで蹴飛ばすことができ、 反対側からコ羅ラを敵にぶつけるとまっすぐ跳ね返る。この性質を利用することで、縦軸が揃った2体の敵を気絶させながら、同時に倒すことができる。また、跳ね返ってきたコ羅ラをキャッチするたびに、パワーが蓄積され、横にコ羅ラを投げる際により、遠くまで飛ぶようになる。敵をコ羅ラでまとめて倒すと、テクニカルボーナスが別に集計され、最大7倍までボーナスがつく。また、 敵を倒すと減っていくカウントが0になると、パワーアップキノコが出現し、キノコを取ると一定時間コーラが貫通するようになり、あらゆる敵を一撃で倒すことができるようになる。パワーアップ中に敵を倒した際のテクニカルボーナスは2倍からスタートする。すべての敵を倒すと、ステージクリアとなり、難易度が上がった次のステージが始まる。しかし、 ある程度クリアすると難易度の上昇が大きくなり、最終的に手に負えないほどの高難易度になる。ファミコン通信のクロスレビューでは6、6、6、6の24点。10万点ごとにマリオキャラクターの書かれたメダルを得ることができる。また、このゲームの最高点までカンストするとエンディングとなるが、マリオの残り人数がなくなるまで永久にゲームを続行することができる。 ありがとうございます。